予定時間を大幅に超え、2時間以上にわたり、まさに膝を突き合わせて突っ込んだ議論を行うことができました。昨日は時には激しい議論が行われ、極めて率直でお互いに遠慮のないやり取りでありました。そして G7 メンバーの間でハマス等のテロ攻撃を断固として非難すること、2つ目に人質の即時解放を求めること、3つ目にガザにおける人道危機に対処するための緊急の行動を取る必要があること、食料、水、医療、燃料、シェルターおよび人道支援従事者のアクセスを含む妨害されない人道支援を可能とすること、特に人道支援を容易にするための人道的休止および人道回廊を支持すること、4つ目、国際法、特に国際人道法の遵守が重要であること。5つ目、紛争のさらなるエスカレーションやより広い地域への拡大を防ぐ必要があること。6つ目、ガザの持続可能な長期的解決に取り組むことや、二国家解決が公正で永続的な平和への唯一の道であることなどで一致しました。今回 G7 として初めて今般の事態やその対応について、まさに現状における人道的休止やその後の和平プロセスを含め一致したメッセージを文書の形でまとめることができたことは、国際社会において G7 が責任ある役割を果たすという観点からも、我が国が本年の G7 議長国としての務めを果たすという観点からも重要な成果となったと考えています。こうした点について、G7 議長国として今後、グローバルサウス諸国をはじめとする国際社会のパートナーに説明をし、理解を得ていくとともに、これらの国々と協力しつつ、努力を積み重ねていく考えです。ウクライナ情勢に関しては、本日午前に G7 メンバー間で議論をするとともに、ここにクレバウクライナ外相をオンラインで招待をし、意見交換を行いました。そして中東情勢の緊張が高まる中でも、 G7 として結束して厳しい対ロ制裁や強力なウクライナ支援に取り組む姿勢は不変であること、中長期的な復旧復興のために官民一体となって取り組みを加速させていくこと、平和フォーミュラのプロセスを国際的なパートナーとともに進める必要があることで一致している旨伝えました。G7 として一日も早くロシアの侵略を止めることが引き続き優先課題であり、外交、人道、財政、安全保障面を含め、あらゆる面で必要な限りウクライナを支援してまいります。インド太平洋についても議論しました。特に中国に関しては G7 として中国に率直に関与し、我々の懸念を直接表明することが重要であり、同時にグローバルな課題や共通の関心分野について中国と協働する必要があることを改めて確認しました。北朝鮮に関しては G7 として北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射及び安保理決議違反である北朝鮮からロシアへの武器弾薬供与を強く非難しました。また G7 各国からは拉致問題の即時解決に向けた支持が改めて表明されました。
さらに今回 G7 外相会議と通じて初めて中央アジア5カ国とオンライン形式で対話しました。中央アジア諸国からは G7 各国からの協力に期待が示されるとともに、こうした G7 との対話を行うことについて前向きな発言がありました。今回のアウトリーチセッションを含め、国際的なパートナーへの関与の強化は、本年の日本議長年の優先課題です。G7 長野県軽井沢外相会合や G7 広島サミットでの議論を経て、その重要性に関する G7 のコンセンサスは確固たるものになりました。そして G7 として引き続き法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化すること、世界のどこであれ一方的な現状変更の試みは許せないこと、許されないこと、気候変動、核軍縮、女性平和安全保障、 WPS などについて G7 の枠組みを超えてさらなる国際的な連帯を築くべく取り組んでいくことで一致しました。アルプス処理水に関しては、G7 各国から我が国の安全で高い透明性を持ち、科学的根拠に基づく取り組みを改めて歓迎いただくとともに、海洋放出開始以降のモニタリング結果でもその安全性が示されていることを確認いただきました。今回 G7 外相間でこのような充実をした議論を行うことができました。G7 外相間の連携はかつてないほど緊密です。引き続き国際社会の喫緊の課題に対処すべく連携していきたいと思います。これまでも述べてきている通り、G7 議長国としての任期は残り2ヶ月ではなく、あと2ヶ月もあります。これから年末にかけて引き続き精力的に取り組んでまいります。ありがとうございました。それでは日本メディア、外国メディアの順で質問していただきたいと思います。ご質問のある方は挙手の上、指名されましたらばマイクの前に立っていただいて、社名そして氏名を述べた上で、時間限られてますが同時通訳入っておりますので、明瞭に少しゆっくりめに質問の発言をお願いしたいと思います。それではまず日本メディアの方、日本経済新聞の根本と申します。日本経済新聞、前に中東情勢をめぐり、G7 で一致した人道的休止の必要性に関し、バイデン米大統領はイスラエルのネタニヤフ首相に3日間の戦闘休止を要請したとの報道があります。G7 外相会合でもこの点を話し合ったのか、G7 としてどの程度の期間の休止が必要か、実現への道筋を伺います。また各国ではイスラエル軍の行動を国際法違反だと指摘するデモなど広がっています。法の支配とグローバルサウスとの連携を重視する G7 議長国として、隔たりを乗り越えるために必要な取り組みは何か、ご見解をお伺いします。中東情勢の緊迫を契機に国際社会の分断が広がり、侵攻の長期化も相まってウクライナ支援が細る懸念があります。クレバ外相を交えたセッションでこうした懸念を払拭する成果を挙げられたのか、お認識をお伺いします。また最後に、今回は初めて中央アジアを招きました。ロシアや中国と向き合う上での要衝になります。セッションを設けた目的と G7 と中央アジアの協力関係のポテンシャルについて、今回の議論も踏まえてご見解をお伺いします。よろしくお願いします。ご質問の中がいくつかの項目になっておりますので、その一つずつについてご説明をしたいというふうに思います。まず戦闘休止についてご質問がありました。ガザ地区の人道状況の改善が目下の最優先課題であり、一般市民とりわけ未来ある子どもたち、また女性高齢者が被害に遭っていることに大変心を痛めております。
まずは同地区の一般市民に必要な支援が行き届くよう、人道的休止、すなわち人道目的の戦闘休止、および人道支援活動が可能な環境の確保を求めて、さまざまな外交努力を重ねているところであります。こうした中、今回の G7 外相会合におきましては、G7 として、ハマス等のテロ攻撃を断固として非難した上で、ガザにおける人道危機に対処する必要性、特に人道支援やそのための人道的休止や人道回廊の重要性等を確認をいたしました。これらの点を含め、G7 として初めて今般の事態に関する一致したメッセージを文書での形でまとめることができたことは、国際社会において G7 が責任ある役割を果たすという観点からも、また本年の G7 議長国としての務めを果たすという観点からも重要な成果となったと考えております。今回の成果も踏まえまして、今後さらに G7 を含む関係国やまた関係者等との間で連携を深め、外交努力を積み重ねてまいりたいと考えております。その上で、第三国間の個別のやり取りや、また会合における議論のこれ以上、詳細を述べることについては、差し控えさせていただきます。続きまして、デモや隔たりについてのご質問がございました。世界各地でイスラエル・パレスチナ情勢に関連したデモが発生していることは承知をしております。我が国として引き続き深刻な懸念を持って情勢を注視しておりまして、ハマス等によるテロ攻撃を断固として非難した上で、事態の早期鎮静化とともに、人質解放、一般市民の保護の重要性、また国際人道法を含む国際法に従った対応等を求めてきております。その上で、国際的なパートナーへの関与の強化は、本年の日本議長年の優先課題であります。これまで G7 長野県軽井沢外相会合やまた G7 広島サミットでの議論を経て、その重要性に関する G7 のコンセンサスは確固たるものになったと考えております。我が国といたしましては、こうした取り組みも含め、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化すべく、多様性と包摂性を重視するきめ細かな外交を通じて、いわゆるグローバルサウスと呼ばれる国々を含む国際社会の幅広い支持と関与を得るための外交を引き続き推進してまいりたいと考えております。次に3点目、ウクライナ支援ということでご質問がございました。我が国といたしましては、このロシアによる侵略に苦しむウクライナを強力に支援し続けていかなければならないとの考えは変わりはありません。今回の G7 外相会合におきましては、本日午前に G7 間での議論を、また午後にクレバウクライナ外相をオンラインでご招待し、意見交換を行いました。そして中東情勢の緊張が高まる中にあっても、 G7 として結束して厳しい対ロ制裁や強力なウクライナ支援に取り組む姿勢は不変であること、また中長期的な復旧復興のために官民一体となって取り組みを加速させていくこと、そして平和フォーミュラのプロセスを国際的なパートナーとともに進める必要があることといった点につきまして一致することができました。 G7 として一日も早くロシアの侵略を止めさせることが引き続きの優先課題でありまして、外交、人道、財政、安全保障面を含め、あらゆる面で必要な限りウクライナを支援していく考えであります。最後に G7 と中央アジアの協力関係のポテンシャルに対してのお尋ねがございました。今回、今年の優先課題の一つが、国際的なパートナーへの関与の強化
そうした観点から、今回 G7 外相会合として初めてとなります中央アジア5カ国とオンライン形式で対話をいたしました。我が国は中央アジアプラス日本対話首脳会合を来年開催する予定であります。今回の議論も踏まえ中央アジア諸国と G7 の協力をさらに発展させるべく引き続き取り組んでいく考えでございます。私から4つ以上でございます。はい、それでは次に外国メディアの方どうぞ。Sakura Murakami from Reuters. It's been a month since the militant group Hamas conducted a surprise attack on southern Israel. But Israel's strikes on Gaza have been intensifying, and the humanitarian crisis in the region appears to be getting worse. How have the discussions you've had over the past 2 days with your G7 counterparts been effective in bringing about the humanitarian pause in Gaza that many of the G7 countries have been seeking?What role can the G7 actually play in resolving the crisis and preventing it from spilling over to other regions? And how do you see the G7 being involved in the future of Gaza after the conflict reaches some...